まだ赤いですか？やだ、恥ずかしい。だって、そうじゃないですか。冗談ですよ。智也さんはすごく素敵な人だと思います。これが智也さんの力なんですね。はい、前に私が読んでた本、あの本の主人公って全員が不思議な力を使える世界で、一人だけその力が使えないんですよ。それで自分の力を探しに旅に出るんですけど、彼の力は幸運だったんです。その力が旅の間彼を守っていてくれた。もちろん彼は気づきませんでしたけれど、私結局のところ力なんてそんなものだと思うんです。本人は気づかないかもしれない。でも気づくともっと幸せになれる。どうでしょう。そういうものではないと思いますよ。私は智也さんの力はその存在そのものだと思います。一緒にいると安心できるし、素直になれる、そんな力です。智也はいるだけでいいの。一緒にいてくれるだけでいいの。すっごく面白いし、私も私だって気がするの。ですか？大丈夫ですか？急に黙ってしまって。私、何か失礼なことでも言いましたでしょうか？そうですか。私、その方とは仲良くなれそうな気がします。今度紹介してくださいね。それではごきげんよう。
こんにちは。どうぞ。どうかなさいましたか？そうでしたね。その節は失礼いたしました。ええ、もう癖みたいになってますから。私がここに来なければ、お会いできませんでしたね。どうかなさいましたか？嘘。何でもおっしゃってください。それとも私では不足ですか？あなたは私に何か隠し事がありますね。言ってください。昨日私は言いましたよ。最初からにしてください。彩香さんですか？そうですか。あれ？どうしたの？お二人さんで。なんだよなんだよ、付き合い悪いな。これを。
何でしょうか。わかりました。図書館でお待ちしています。こんにちは。どうかなさいましたか？図書館ではお静かに願います。閉館時間です。お話しましょうか。もう誰もいません。私たち二人だけです。はい。学校に行ってるんじゃなかったっけ？で、もう用事終わったの？ま、授業サボってゲームセンターなんかに行くからだよ。そのぐらいで済んでよかったじゃない？朝は全然降ってなかったのにね。おばさんいないんだ。しょうがない、持ってってあげるよ。うん、期待しないで待ってる。じゃあ10分程度で行くね。
証拠口にいるよね。私では…いいえ。日曜日、お待ちしています。今週末、あなたが言っていたあの遊園地の前でお待ちしています。お返事はその時に。はい、はい、それではごきげんよう。